世話になってます、タカボンです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今回紹介するのはですね、よいしょ、こちらのサンコーさんから発売された食洗機ラクアミニですね。こちらの紹介をしたいなと思います。こちらのラクアミニなんですけど、なんと2万円で買える食洗機になってまして、工事も必要ありません。そしてサイズがすごい小さくて、幅が30センチで奥行きも30センチ、高さが40センチぐらいのすごい小型な食洗機になってます。こちらの食洗機なんですけど、2022年の2月14日に発売されたばっかりなんですよ。まあなので、大きさはどんな感じですかとか、使い勝手どうですかとか、ちゃんと汚れ落ちるんですかみたいな、いろいろ気になってる方も多いと思うんですよね。まあなので、こちらの動画では僕が実際にこちらのラクアミニをこう使ってみて、開封から設置の様子、まあ、使い勝手みたいなところをレビューしていけたらなと思います。まあ、僕と同じようにですね、キッチン狭いんだけど食洗機置いてみたいなとこう悩んでいる方の参考になればいいかなと思います。それでは開封からやっていきましょう。はい、それでは開封していきます。まず説明書ですね。よっ、おー、よいしょ、おー、おお、これ排水用のホースですね。こういう感じの給水用のカップも入ってますね。というわけで、まあ、開封が終わりました。めちゃくちゃこれちっちゃいですね。だいたいここの幅と奥行きが30センチぐらいで、高さが40センチぐらいになってますね。で、重さは8キロになってますね。まあ、僕169センチ53キロの結構ひょろがりなんですけども、まあ、そんな僕でも、よいしょ、こんな感じで持ち上げることができるぐらいの重さですね。はい、で、まあ、設置する前になんでこちらのラクアミニを購入することにしたのかっていう理由を話しておこうかなと思うんですけど、まあ、理由は大きく4つですね。まず1つ目が、とにかくできる限り家事はやりたくないってことですね。家事本当に嫌いで、まあ、家事やるくらいだったら寝てる方が幸せなんで、結構時短家電も導入してるんですよね。まあ、時短家電三種の神器とかよく言われたりしますけど、まあ、ドラム式洗濯機とロボット掃除機と食洗機ですよね。で、まあ、ドラム式洗濯機とロボット掃除機はもうすでに結構前から使ってるんですけど、食洗機だけまだ手に入れられてなかったんですよ。で、まあ、僕 1K の間取りで一人暮らしをしていて、まあ、別に結婚もしてないし彼女もいないんで、まあ、一人やったら食洗機とかいらんやろって結構友達に言われるんですけど、まあ、一人だろうが二人だろうが別に食器は洗うわけじゃないですか。毎日食器洗うの本当にめんどくさいんですよね。まあ、あの食器洗いが大好きなんですっていう人がいるんだったらあれなんですけど、僕は食器洗い嫌いなんで、まあ、食器を洗わない選択肢があるなら、時短家電があるなら購入したいなんてずっと思ってたんですよね。そして購入した理由の2つ目が、コンパクトなサイズだっていうことですね。まあ、このサイズの問題っていうのが、まあ僕が食洗機を変えてなかった理由なんですけど、僕の家のキッチン後でお見せするんですけど、めちゃくちゃ狭いんですよ。で、今このサンコーのラクアミニが発売される前に、一番小さいやつだと、まあ、同じサンコーさんのラクアってやつだとか、アイリス大山さんのやつだとかで、だいたいそれが一辺40センチぐらいなんですよね。まあ、で、その40センチ四方のやつもだいぶ小型だとは思うんですけど、僕の家はそれでも置けないぐらい狭いんですよ。まあ、あの食洗機用の棚をこうキッチンに置くみたいなことができれば、まあ、無理やり置くことはできたかもしれないんですけど、それもやりたくなくて、まあ、今までは仕方なく食洗機の導入っていうのは見送ってきたんですよね。まあ、なんですけど、今回そのサンコーさんからラクアの小さいバージョン、ラクアミニが発売されて、この幅が30センチになったっていうことで、まあ、我が家のキッチンでもギリギリ置けるサイズ感になったということで、今回購入に踏み切りました。そして購入理由の3つ目が値段ですね。これ安いんですよ。2万円で買えます。そのさっき言ったサンコーさんのラクアとかアイリス大山のやつもだいたい3万円ぐらいで買えるということで、すごい安いって言われてたんですけど、まあ、それよりさらに安い2万円なんで、まあ、2万円だったらまあね、1回買って試してみようかなと思って今回購入しました。そして購入理由の最後4つ目なんですけど、4つ目は食器洗ってると手がカサカサになるっていうことですね。まあ今は特に冬の時期なんで、ちょっと乾燥してるっていうこともあって、食器洗うとまあ手がカサカサするんですよね。まあそもそも食器も洗いたくないのに、食器を洗わなきゃいけないせいでこう手もカサカサになってて、もうこれ何してんねんって思ってたんで、今回ですね、2万円で買える超コンパクトな食洗機がサンコーさんから発売されるっていうニュースをツイッターで見かけまして、見かけてすぐもうキッチンの寸法を測りまして、いけるなと思って購入に踏み切ったっていう感じですね。はい、というわけで今から設置をしていきたいなと思います。こちらがですね、僕の家のめっちゃ狭いキッチンですね。置きたい場所はここに置こうと思ってます。もうこっちのですね、コンロの向こう側っていうのもスペースがなくて、でもうシンクの横はこんな感じですぐ冷蔵庫があるので、もう置くんだったらここしかなかったんですよね。
で、ここの幅が30センチしかないので、まあ、今まで出てた40センチ四方のモデルでもここには置けないなと思って食洗機の導入は見送ってたんですよ。じゃあ置いてみようと思います。置けますように、よいしょ、うん、いてて、おーおー、いけましたね。おー、いけたな。おー、はいはいはい、いけますね。というわけでこんな感じで置くことができました。上のここに蓋がついてて、まあ、ここから水を注ぐパターンになっているので、まあ、ちょっとここの上の部分は開けておかなきゃいけないですね。うん、いいんじゃないでしょうか。で、ここで問題になりそうなのが電源の取り方ですね。まあ、僕の家の場合はですね、こっちの冷蔵庫の裏の方にコンセントがあるので、まあ、そこから電源を取るしかないんですけれども、この電源コードは、まあ、本体から伸びてるのは長さ 1.5 メートルくらいなんで、まあ、延長コード使わないとちょっと難しいかなと思いますね。まあ、あとどうしてもこうキッチン周りにこうコードが1本増えちゃうので、配線をうまくはわせるような工夫をしなきゃいけないですよね。ちょっとここは要検討ですね。でですね、こうこんなこともあろうかと、まあ、ダイソーの方でですね、配線カバー、この壁に配線をはわせるやつ、これ買ってました。ちょっと使ってみようかなと思います。いやちょっとこのダイソーのやつだとこのコードが太すぎて挟み切れないですね。ちょっとこれは他の方法を検討する必要がありそうです。これはミスったな。どうしようかな。まあ本当はですね、ちょっとケーブルをうまく綺麗に隠したかったんですけど、ちょっと今いいグッズがなかったので、こちらの Amazon で買ってたケーブルクリップですね、これを使って壁にはわせて、足りない長さについてはこちらの延長コードで補っていきたいなと思います。はい、配線ができました。まあこんな感じで壁をこうはわせて、で最終的には延長コードのプラグがここに出てきているので、ここから電源を取ると、まあ、ちょっとね配線目立つんですけども、しょうがないですね。これでいこうかなと思います。そしたら次は排水ホースをですね、ここに取り付けていきたいと思います。僕の場合はこのシンクの位置とこの食洗機の位置がかなり近いので、ちょっとこれホース長いっすね。こんな感じですね。で、ここでこの金具を締めると、はい、OK、これでいいでしょう。よいしょ。はい、で、この排水用のホースなんですけど、こう本体よりこう高い位置とかにこうぐるっと回しちゃうと排水がうまくされないみたいなので、ちょっとうまいこと配置していかないと排水がうまくいかないですね。最悪切った方がいいかもしれないですね。まあ、ちょっと一旦切らずに、ちょっとうまいこと、まあ、ぐるっと回して配線したいなと思います。ちょっとこの配線のホースの固定方法はちょっと検討の余地ありですね。あとこの癖がついてるんで、なかなかちょっといい具合になってくれないですね。どうしようかな。はい、ちょっとこれうまくいかないんで、一旦このままいきたいと思います。ちょっと使いながらですね、ちょっとうまくいきそうだったらこの辺ぐらいでちょっと一回切って、まあ、なんかホース短くした方がいいかもしれないですね。はい、というわけで設置が完了したんで、ちょっと使ってみたいなと思うんですけど、使い始める前にちょっと中の様子をご紹介しておこうかなと思います。中なんですけど、こういう感じでこう滑車がついたカゴがついてまして、まあ、これがこう簡単に引き出せるようになってますね。これは特に何かハマってるわけじゃないんで、こう普通に取ることができますね。まあ、このカゴにはこう滑車がついてて、こういう風にこう入れたり出したりできるっていう風な感じになってますね。はい、そしてまあ中を見てみると、まあ、こんな感じになってまして、多分この鉄の網部分がこう汚れをせき止めてくれるところかなと思います。で、この中のこの部分にこう回る機構がついてて、おそらくここから温水がファシャーとこう噴射されて汚れを落としてくれるっていう風な感じになってますね。で、食洗機によってはこの水を噴射してくれるやつがこう上下段についてるやつがあるらしいんですけども、こいつはこの下だけみたいですね。上側にはなんか取り付けられそうな穴はあるんですけど、まあ、何もついてないですね。あと購入を迷われる方が気になるところとして、この大きさどんぐらいなのっていうところがあると思うので、ちょっとこれメジャーで測っていこうかなと思います。これですね、カゴの横幅が22センチで、奥行きは25センチですね。で、カゴが入るとこのここの高さはだいたい23センチ24センチくらいですかね。まあ、なので正直あんまり大きいものは入んないのかなと思いますね。まあ、例えば僕結構昼ご飯でパスタ食べたりするときにこの電子レンジで茹でれるこのダイソーのやつ使ったりするんですけど、まあ、こういうのはもうちょっと大きさ的にかなり厳しいですね。はい、じゃあそれでは実際に使っていきたいと思います。
この食洗機でどれくらい汚れが落ちるのかっていうのがまあちょっと気になるところだと思うので、あえてですね昼ご飯で食べた時の食器をそのまま水にもつけずに放置してました。まあ、食べ終わってから今5時間ぐらい経ってるかなと思うんですけど、でこれは味噌汁のお椀ですね。なんか味噌汁のお椀ってこういうねこう味噌の粉みたいなやつ残りますよね。じゃあ置いていきましょう。で置く時の注意点があって、こう噴射されてる水がちゃんとこう汚れに当たらないといけないので、こう内側をこう下にする形でこう置いてくださいっていう風に説明書には書いてありましたね。じゃあ置きますね。まあ、こうでいいかな。まあ、こちらが豆腐を食べた時の小皿ですね。あえてこういうなんか削り節のカスとかちょっとこのままいってみようと思います。でこれコーヒー飲んだ時のカップですね。ちょっと下の方に汚れがついてるかなと思います。でこれがご飯を冷凍してたタッパーなんですけど、まあ、あえてですねちょっと納豆ご飯にして食べまして、ちょっと納豆のネバネバもちょっと一緒に残してみました。これがどのぐらい落ちるのかちょっと不安ですけど、このままいってみようと思います。ちょっと置き方にはやっぱりちょっと慣れが必要かもしれないですね。まあ、これがふるさと納税で頼んでた飯塚市のハンバーグのデミグラスソースですね。もうかなり放置しててカピカピになっちゃってますけど、これがどのぐらい落ちるかちょっと楽しみですね。真ん中を使えるのか、こうか。あとタッパーの蓋も一緒に入れちゃいます。そしてあと箸ですね。で箸とかフォークとかここのカトラリースペースに入れてくださいってなってたんで、ちょっとここに入れてみましょう。こっちでいいか。はい、それでは食器が入れられたので閉じようと思うんですけど、閉じる前に食洗機用の洗剤を入れなきゃいけないですね。これさっき買ってきました。でキャップを開けて、で洗剤はこの部分に垂らしてくださいという風になってますね。はいはい、まあ、こんなもんかな。はい、じゃあ閉じます。いってらっしゃい。そしたらまず電源を入れます。そして電源を入れたらこちらの上の蓋を外して、ここから水を入れていきます。水はこちらの付属の計量カップを使って入れていきます。これがマックス 1.8 リットルまでで、入るのは 3.2 リットルなんで、まあ2杯ぐらいですね。入れていきます。こぼしてこぼして、ここドバッと入れると溢れちゃうんで、ちょっと若干ちょろちょろ入れないといけなくて、ちょっとこれ手間かもしれないですね。まあ、食器洗うよりは水入れる方が楽かもしれないんですけど、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいですね。でこれ満水になるとピーピーとこうお知らせ音が鳴るみたいなんですけど、ならない。おお、鳴りましたね。というわけで給水は完了ですね。そしたら蓋を閉めまして、たらここのスイッチで洗浄モードがこう選べるみたいなんですけど、まあ、今回はここの通常モードでいこうと思います。それでは洗浄開始します。いけ、まあ、このこびりついてるデミグラスソースがどんぐらい綺麗になるのか楽しみですね。おお、水が出てきましたね。あ、横からも出るんだ。ちょっと映ってるかな。なんか結構水横からも出てましたね。おお、来た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 。お、かなりの水量でこう、あ、もうすでに若干もうデミグラスソースが落ち始めてますね。あ、これは期待できそうかも。しばらく見守りたいなと思います。はい、で動かし始めてまだ5分ぐらいなんですけど、もうかなりデミグラスソースなくなってますね。これはかなり汚れ落ち期待できるんじゃないでしょうか。あと動作音については思ってたよりはうるさくなかったですね。まあなんていうんですかね、体感的にはこう隣の部屋で掃除機鳴ってるなぐらいですかね。で僕の場合はなんですけど、こうぐるっと見てもらって、そっちの方が僕のメインの部屋なんですよ。でそこに1枚扉があるので、この扉を閉めてれば全然動作音気にならないですね。はい、というわけでスイッチを入れてからだいたい 2,3 時間ぐらい経ちまして、まあ、洗浄から乾燥まで終わったみたいなので、中身をチェックしていきたいなと思います。さあ、ちゃんと洗えてるのか。はい、まずコーヒーのカップなんですけども、全然洗えてますね。若干水分は残ってる感じはありますけど、箸も綺麗になってますね。あ、味噌汁のお椀とかも全然綺麗になってますね。まあ、若干やっぱ水分は残っちゃってますけどね。
そして一番の強敵かなと思ってたハンバーグのデミグラスソースをカピカピにしたやつなんですけど、それも全然綺麗に落ちてますね。これすごいですね。でこちらがあの豆腐を食べた後削り節とかをこうつけたまんまにして入れてみた皿ですけど、これも綺麗になってますね。はい、そしてこちらがご飯を入れてたタッパーにあえてこう納豆を混ぜ混ぜしてこうネバネバをつけたやつなんですけど、これも全然綺麗に落ちてますね。うん、全然納豆の匂いもしないです。すごいですね。で今説明書で確認したんですけど、運転が終わったらすぐにこう扉を開けてこう中の湿気とか蒸気を逃がしてあげてくださいっていう風に書いてありますね。まあ、すぐに開けてしばらく置いてあげてるとこう今残ってた水っていうのも乾いてくれるのかなと思います。洗い終わった後ですけど、こんな感じでこう窓の部分とかにもこう蒸気が湿気が残ってるので、こういうの開けておいてこう中は乾燥させてあげた方がいいのかもしれないですね。はい、というわけでこのラクアミニがどれぐらいの洗浄力があるのかっていうのを試してみたんですけど、まあ、全然綺麗に洗えてましたね。まあ、洗浄力については全然問題ないかなと思います。はい、でちょっと使ってみて気になるなと思ったところとしては、やっぱり小型の食洗機になるので、やっぱどうしてもこう置ける食器の量っていうのは限られてくるんですよね。まあ、なのでこういうですね、こうお味噌汁のお椀とかこういう深さのあるお皿を入れちゃうとどうしてもこうスペース取っちゃうんですよ。なのでこういう深いお皿ではなくて、こう家の食器のレパートリーをなるべくこう薄いお皿に変えていくと、この食洗機がもっと使いこなしやすくなるのかなと思いましたね。はい、というわけで今回はサンコーさんから新発売されたコンパクトな食洗機ラクアミニのご紹介をさせていただきました。まあ、実際使ってみた感想としては、まあ、僕の家みたいなかなり狭いキッチンでも置くことができる食洗機っていうことで、かなり買ってよかったなと思いますね。まあ、あとはやっぱりこういう小型な食洗機になってくるので、まあ、どうしても中に入れられる量っていうのはやっぱり限られてくるんですよね。まあ、なので今後はもうちょっとこのラクアミニに合わせた食器選びっていうのもしていって、もっとこいつを使いこなせていけたらいいなとは思いますね。まあ、こちらのラクアミニなんですけど、まだ発売されて日が浅いので、こうネットのレビューとかも全然少なくて、ちょっと購入を迷われているというか踏ん切りがつかない方っていうのも多いかなと思うんですよ。まあ、なのでなんかここの使い勝手どうなんとか、ちょっとここ気になるんだけどみたいなのがあったら、ぜひコメント欄の方で教えてください。僕の方で回答できる内容であればすぐ回答させていただきますし、あとは内容によってはそのご質問の回答を動画で解説するみたいなこともできるかもしれないです。こちらのラクアミニのこう寸法であるとか詳細なスペックであるとかは、あのサンコーさんの商品ページに詳しく書いてありましたので、そちらの商品ページのリンクを概要欄の方に貼っておきたいなと思います。まあ、詳しく見たい方はぜひそちらもチェックしてみてください。こちらの動画が僕と同じように一人暮らしだけど食洗機置きたいなとか、狭いキッチンでもちょっと食洗機使ってみたいなと思われている方の参考になっていれば嬉しいです。というわけで今回の動画は以上になります。こちらのチャンネルではこんな感じの時短家電であるとかガジェットやインテリアのご紹介をしております。この動画が良かったなとか参考になったなとか思っていただいた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。あと Twitter や Instagram など他の SNS もやってますので、よかったら概要欄の方から覗いてみてください。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。